京葉桜の出荷を前に、県内有数の産地、西川町では、議会でも特産品をアピールしました。議員たちの席には、花を咲かせた京葉桜が飾られています。議会というと、少し硬い印象もありますが、一気に華やかな雰囲気になりますね。西川町では、特産品京葉桜を PR しようと、2018年から12月定例会を京葉桜議会として開催しています。出席した議員たちも京葉桜をあしらったネクタイやスカーフを身にまとうなど、議場は一足早い春の雰囲気に包まれていました。いつもこう皆さん服装もね、紺系黒系っていうのが多いんですけど、今日やっぱり花に、盛り立ててもらって、なんかいつもと違う感じは、はい、しております。議会はちょっとピリピリと厳しいところがね、雰囲気ありますけども、こう和やかでいいのかなと思ってます、ね、生産者の方頑張ってるんでね、議会としてもみんなで応援していきたいというふうに思ってます。 JA 佐賀西村山によりますと、西川町では3年連続で京葉桜の出荷量が増えていて、今年はおよそ42万本と見込まれています。出荷は今月中旬に始まる予定です。